吉原駅。吉原駅は、静岡県富士市林川本町にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物、学難電車の駅である。JR 東海、JR 貨物、学難電車の3社が使用する駅であり、JR 東海道本線と学難電車学難線の2路線が乗り入れている。JR と学南電車の駅舎は分離されているが、 線路はつながっている。1966年、昭和41年に、富士市に合併して消滅した旧、吉原市の代表駅である。沿線には、製紙工場があり、当駅は紙製品を鉄道輸送する拠点の一つだったが、2012年、平成24年3月17日のダイヤ改正をもって、貨物列車発着の設定が消滅した。 駅の開業は1889年、明治22年2月である。当初は、関節鉄道、後の日本国有鉄道のみの単独使用駅で、1949年、昭和24年11月から、学南鉄道、現、学南電車が乗り入れている。開業時から1956年、昭和31年4月に、吉原駅に改称されるまで当駅は、 鈴川駅を名乗り、吉原駅という名称は、学南鉄道の本吉原駅が使用していた。現在の東海道本線にあたる、関接鉄道の構図静岡間の開通と同時に、開業した、静岡県東部で最も古い駅の一つである。吉原塾として栄えた、市街地から離れた富士郡元吉原村に設置され、当初は鈴川駅と称していた。井上康氏の作品、 白番場にも鈴川として登場する。開業の翌年には、駅と大宮町、現、藤宮市を吉原町の市街地経由で結ぶ藤馬車鉄道が開業した。この馬車鉄道は、寝方軌道となった後、1924年、大正13年に廃止されている。1949年、昭和24年になって、市街地へ向かう新たな鉄道路線として、 学南鉄道、現、学南電車の学南線が開業した。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームの北側は、上り列車が使用する一番線。ホームの南側は、下り列車が使用する二番線である。ホームがある本線のほか、その外側に、上下一本ずつホームのない対比線、副本線がある。またホームの南北には、複数の側線があり。 南側には、保線基地もある。側線の一部は、学南鉄道、現、学南電車が2012年3月まで使用していた、貨物列車着発線につながっている。駅舎は、ホーム上空に設置された、京上駅舎である。南北二つの出入り口があり、駅の改札口は二つの出入り口を結ぶ通路に、面している。北口には三階建てで、JR 貨物が使用する。 事務所が併設されている。駅舎内部には JR 全線切符売り場や自動券売機が設置され、改札口には自動改札機が導入されている。JR 東海の駅員配置駅、直営駅であり、窓口業務は JR 東海の社員が担当している。なお、駅長は配置されておらず、管理駅である富士駅が当駅を管理している。 学南電車の駅は JR 駅構内の北側、JR 駅舎の北口の西側に位置し、島式ホーム、東端式ホーム一面二線を持つ地上駅である。ホーム西側には2012年3月まで使用されていた JR 側の側線につながる貨物列車専用の出発線、到着線がある。駅舎はホームの東側に隣接し、古戦橋で 東海道線ホームに連絡している。駅舎内には JR が設置した東海道線用の自動改札機とか対応が一台あり、もっぱら JR が発行した時期券の改札を行う入り出場記録を付与するために使われる。窓口では自社線の乗車券と学難電車の各種オリジナルグッズなどを発売している。また、改札の脇、改札外にトイレがある。 2017年3月3日までは、JR 東海の東京山手線内行きの乗車券と近距離の金額式乗車券、後券を販売していたが、3月4日のダイヤ改正時に販売を停止した。また、JR 東海との連絡運輸範囲も縮小された。これにより、東京山手線内たは、東京特内行きの乗車券を販売する事業者は、アルピコ交通、 松本電鉄、ウィラートレインズ、京都単語鉄道、大井川鉄道のみとなった。JR 貨物の駅は、専用線発着のコンテナ貨物、専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっている。ただし、2012年3月17日のダイヤ改正で貨物列車発着の設定は消滅し、現在は一部の高速貨物列車が、時間調整で停車するのみである。 校内の入れ替え作業用には、デジューケーディーゼル機関車が使用されていたが、この運用もこのダイヤ改正で消滅した。駅東側にある、日本製紙富士工場、鈴川製造所、旧、鈴川工場へ続く専用線があり、コンテナや、有害者、ワム8万経過車を用いる、製品輸送などが行われていた。有害者の発送先は、新座貨物ターミナル駅だった。 2000年頃まで、学南鉄道、現、学南電車ホームのすぐ西にある専用線に、タンク車が入線し、その北側にある、物流会社向けの農竜産輸送が行われていた。また、学南鉄道学南線から分岐し、自家と富士事業所、第一地区へ続く専用線もあった。また、北口駅舎の東側に、有害車用の貨物ホームがあった。ホームの跡地は駐車場となっている。 東海道本線を走行する貨物列車は、前述のダイヤ改正直前には、下り列車が1日1本停車し、貨車の開放、連結を行っていたほか、当駅2の上り列車と当駅発の下り列車が共に1日1本、設定されていた。いずれも、専用貨物列車で、これらに、学南鉄道学南線発着の貨車も、連結されていた、学南鉄道の貨物列車は、 学南電車学南線を参照。JR 東海学南電車、JR 貨物、市街地からは離れており、駅前は工場が目立つ程度で換算としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。